秋の計測寺計測寺は、滋賀県長浜市にある新言宗豊山派の寺院。3号は己高山。山岳信仰の霊地であった己高山の山中に、所在した。寺は、昭和8年に消失し、その後は事実上廃寺となっているが、伝来した仏像のみ山下の収蔵庫に安置され、地元住民によって管理されている。 旧藩福寺は紅葉の名所として長く、秋には多くの観光客で賑わう。琵琶湖108霊場第30番札所。旧木の本町中心部の東方に位置する土のと鉱山の山頂付近及び再六には、古代から中世にかけて多くの寺院があり、天台系山岳仏教の聖地であった。これらの寺院は、近代以降すべて山陸に下り、 または廃絶している。欧永十四年の奥書きのある、己高山演起によれば、大御国の肝に位置する、この山は、奈良時代に行儀及び大長によって開かれたという。計測寺は、己高山の中心寺院であった観音寺の別院であったもので、伝承によれば天平七年、行儀によって回帰。一旦荒廃したものを、延暦十八年最長が再興したという。 文英六年部屋国、薬師寺の寺武氏が、それまで、天台、真言宗、検体であったのを、真言宗に改修した。なら、幸福寺に属する寺院を書き上げた、幸福寺官務帳書という資料には、己高山のご家寺として、北家寺、赤道寺、観音寺、高尾寺、安楽寺の名があり、観音寺の別院として、慶足寺、飯福寺、円満寺が挙げられている。 計測寺跡とされる寺院跡は、己高山の山頂近くにある。また、山麓の古橋地区から徒歩15分ほどの山中にも、計測寺と称する寺跡があり、現在では、秋の紅葉の名所として知られている。山麓の古橋地区の吉郎神社境内には、薬師堂、大日堂の他、己広角、世代閣と称する二棟の収蔵庫が立ち、計測寺や、 関連寺院に伝わった仏像などはこれらの収蔵庫にて収蔵、公開されている。計測寺の仏像は、前述の土の都広角及び世代閣に安置されている。己広角は、昭和38年、世代閣は、平成元年に、地元有志によって建てられたもので、己広角には、計測寺本尊の十一面観音像、七仏薬師像などを安置する。 世代閣は、元子の地にあった豊和寺の仏像を収蔵する施設で、薬師如来像、十二神章像、菩薩立像、十社権元像などを安置する。重要文化財滋賀県指定文化財正式の重要文化財指定名称は次の通り。関室十二神章立像一区、関室十二神章立像二区二式聖刀、滋賀。 計測寺の天台系七仏役師にお来像。ミュージアムナンバー668。東京国立博物館。2017年6月15日。ピアニッシモ。29から78。ありがとうございます。